富谷聖一郎は、日本の財務官僚。財務省理財局次長や、大阪国税局長、国土交通省政策統括官等を経て、SBJ 銀行代表取締役社長。愛知県出身。愛知県立随領高等学校を経て、1981年、東京大学法学部第三類卒業、大蔵省入省。大臣官房文書課配属。 大蔵省主計局総務課係長。1986年7月鉱山税務省長。1993年大蔵省主計局主計局補佐。2001年7月人事院事務総局勤務条件局給与第二課長。2007年7月東日財務省大臣官房政策金融課長。2008年広島国税局長。 2009年国税庁長官官房国税審議官。2011年7月12日財務省理財局、次長。2012年8月大阪国税局長。2013年内閣、官房地域活性化統合事務局長代理。2015年内閣、ふもとふち放送制推進室室長代理。同年7月31日国土交通省政策、統括官。 2016年6月21日財務省、大臣官房付、大官、株式会社、SBJ 銀行顧問。2017年1月株式会社、SBJ 銀行代表取締役社長、富谷誠一郎は、株式会社、SBJ 銀行への財務省からの雨下り。